はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、平木美優です。今回ですね、ガチャ動画で引いたエピックの武器リッパー使っていきたいと思います。リッパーはさ、コールオブデューティーゴーストの確か DLC 第2弾で、追加された新武器だったと思うんですけども、まあ出た当初はね、武器の性能がクイーンクイーンっつって変わるみたいな、すげえ武器だなと思ったんですよね。そしたらね、なんとアサルトライフルモードが弱すぎて使い物にならなくて、結局サブマシンガンだったっていう、そんな武器だったイメージなんですけど、今作は今作も正直アサルトライフルモードって感じですよね。ただかといって近距離の反動、無鉄砲ってね、ラピッドファイヤーみたいな、武器パークがついてるんで、まあ、それが、ね、かなり跳ね上がっちゃうからな、どうなんだろうって感じなんですけど、行きましょう。いやー結構難しいんだよな、リッパー本当に扱いがね、むずい、この武器マジで超苦手なんですよ。あれマンモスじゃね、マンモスもらっとくぜ。何から行って、いやーやっぱりマンモスだった。やりますね、やっぱり最強の武器はマンモスで変わりなしだからな。シャオラーダブルキャオ、フラグ投げて伏せて、いっぱいいる、いっぱいいるよここ、助けて、よく死ななかったな今ので。うわー、インターベーション。さあこの試合勝てるかどうか、俺がしっかりすれば、俺がしっかりしよう。しょうがない、しょうがない。いややっぱり弾の入りが早いんでね、拡張マガジンを一応装備してきたんですけども、それでもやっぱり一瞬で弾なくなっちゃいますよね。あとリロードをいいタイミングでできないとこのゲーム、じゃあこの武器じゃ勝てなそう。いるな、いやくそいやーエイムずれてたな、反動でかくてこう下に下にってしっかりとエイム制御しないとね、ダメだよね。いやBO2 のスコーピオンエボー、あれも連射早かったじゃないですか。だけどあの武器のいいことは、あのね、反動がね真上だったんですよね、素直な反動だったんですよ。この武器はね真上じゃないんですよ、結構ランダムな反動なんで、いきなりこう左上にね跳ね上がったりとかするとね、こう敵の、敵のね、あのエイムずれたりするじゃないですか。それは非常に難しいところですよ。アサルトライフルモードの方がもしかして強いのではないか、そんな気すらしてくるの。あ、強え、アサルトライフルモード強いじゃん。あべ、クローで一気にぶち込もうし、あぶら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 、ぶち壊してやる、ぶち壊してやる。ナイス、ね、C4 か、 C4 投げられたみたいですね。今作 C4 あんまり使う人いないんで、どうなんだろうって思ってます。しゃあ、これさ、アサルトライフルモードの方が強くね、マジでそんな気すらしてきましたね。これアサルトライフルモードワンチャンあるんだよ、次でしょこれ。ありえる、ありえない、ありえるでしょ。よし隠れて、よっしゃ、いやアサルトライフルモードの方が絶対強いわこれ。ミュウさんじゃん、
やば。ミュウさんだよ。ヒイラギさんじゃん。やば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 。ミュウさんだよ。やば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 。どうした？ミュウさんだよ。やばやばやばい。マンモスで暴れちゃう。やば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 い。マンモスで暴れちゃう。ふざけんなよ。やばやばやばい。やばいやばい。マジやばい。マジやばい。マジやばい。なすごい興奮してる。マジでやばい。マジでやばい。マジでやばい。超興奮してる。あ！マンモスで暴れないぞ。今回の実況はマジでやばい。リッパーだからな。ミュウさんだ、ミュウさん。やばいやばいやばい。オッケー。シフォ投げてきたな。やばいやばいやばい。ナイス、味方ナイス。いいぞ。やばいやばい。これやばいって。ああ。しょうがないな。ミュウさんだ。そこまで言うなら。ミュウさんだ。やばい。やっちゃうかこれ。あ、でもダブルキルで。やばいやばい。マジでやばいマジでやばい。まずい。いけてんじゃん俺。かなりいけてるよこれ。ああダメだった。じゃあ最後はね、この僕を知ってる人がマンモスで暴れちゃうっていうね、こうリクエストがあったんで、私マンモスで暴れちゃいますね。当たんねんだけど。やった当たった。うっそ。やべ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 。ラスキル俺マンモス取りたい。マンモス取りたい。マンモス取りたい。ラスキルはいただきましょう。シャオラー！シャー！よし。ちゃんとリクエスト通りマンモス取りましょう。やべえ、マジでやべえ、マジでやべえ。よくやった。いや、リッパー難しいっすわ。なんかアサルトライフルモードの方がありな気がしてきましたね、これね。あちょっと要研究っすわ、リッパーは。ということで、まあ一応今回はね、こういう感じで角間がフォアグリップでつけてきたんですけど、いやー難しいっすね、リッパーね。ちょっと苦手っす、この武器。めちゃくちゃ苦手でした。さんだ、やば、やば。ということで、お疲れさんでした。マジでやべ。また会おう。